私は将来日中友好に貢献できる人材になりたいです。中国語メジャーの魅力はレベルの高い中国語力を身につけることができるところです。私はダブルディグリーコースに参加し、2年間北京語源大学に留学をしていました。特に私が所属していた中国語ダブルディグリーコースはほぼ毎日中国語の授業があって、かなりレベルの高い中国語力を1年生の時から身につけることができたと思います。今こう2年間の留学生活を振り返って、いざこう留学が始まるってなった時は正直不安な気持ちもありましたけれども、やっぱり自分の言葉でこうコミュニケーションが取れるであったり、こう相手の意思が理解できるっていうのはすごくこう嬉しくて、やっぱり自分の自信にもなりました。中国人の方は日本に帰ってきてからもこう連絡をくれて元気であったりとか、こう一度友達になると本当にこう大切にしてくれるところが中国人の魅力だなっていうふうに感じています。留学以前から自分は日中友好に貢献したいという思いはあったのですが、こう留学を終えてみて、自分の留学はさまざまな人に支えられてのこう留学だったのっていうことを感じて、私は自分の一生をかけて自分にしかできない貢献の仕方というものを探して、日中友好に貢献できる人材になっていきたいと考えています。